チャンネルへようこそ。前回の続きやっていきましょう。前回の続きね、新しいライセンス契約を結ぶところからなんですけど、何でしたっけ？マイクロ SX じゃなくて、ウルトラドライブ。ライセンス交渉に向かいたいと思います。行きましょう。この度はウルトラドライブのライセンス申請ありがとうございます。ふむふむ。資本力についても問題ないようですね。早速ライセンスの許可と開発機材をお渡ししますので、当社ハードの普及に貢献できるようなゲームソフトの開発をよろしくお願いします。頑張ってくださいね。ライセンス担当者より。よし、これでね、ウルトラドライブのね、ライセンスを獲得できたんで、ただね、ゲームを作っていこうかなと思うんですけど、その前にまず、社員のレベルを上げていこうかなって思うんですけど、これはどうしようかな。雇用した方が、いやー、でもな、まあ、8000万、お金があるから、まあ、雇用していっちゃおうかな。で、今の、あれが、でもこの森田和夫さん、レベル低いんだけどな、いろいろ貢献してくれんだよな。で、まあ、シナリオはここにもいるから、まあ、宮崎隼人さんと、あーでもなー。まあ、ようね。じゃ宮崎隼人さんをとりあえず、解雇しましょう。新しい社員を、雇用してからのがいいか。じゃあ雇用しよう。高いなー。いや、でもなー、やっぱり知り合いのあれで、ちょっと探そっか。ちょっと待ちましょうね。お、次第から経由で。はい。いやー、グラフィック高いね。いやー、グラフィック高い。これは強いぞ。いやー、今回はあれだね。このグラフィックをちょっと雇用しようかな。まあ、宮崎隼人かな。まあ、ごめんね、宮崎隼人さん。あなたを解雇してしまいます。ありがとうございます。あ、うわ、逃げ去りの言葉で、ダサいですね。ちょうどやめようと思ってたんですよねってよく言うやついるよね。ごめん。お、いいね。流したひろみさん。アリクインクに骨をうずめる覚悟ですのでよろしくお願いします。期待の新人ですね。じゃあ早速、取り掛かってみようかな。次回ちょっとプログラマーを探していこうかなと。まあ、その前にまず一回、新しいゲームの開発をしていきます。新規開発。ウルトラドライブでいきます。で、今回は、初ですんじゃん。何しよっかな。やったことない。パズルゲームの内容は、どうしようかな。パズルゲームのロボット。いいね。ロボットを組み立てるパズルゲーム。ちょっと今回、ちょっと、プラス、速度、クオリティ。いや、まぁちょっとクオリティをちょっと高めて、いこうと思います。じゃあ、行きましょう。そうだね。パズルとロボットなんだから、まあ、可愛さは少し必要かな。で、まあ、パズルだから手軽感があって、作り込みし、斬新なパズルゲームもいいね。で、作り込みも必要だね。これで行ってみましょう。4作目はロボットでパズルの開発ですね。企画は誰にやってもらいましょう。そうですね。まあ、グラフィック。あ、でもシナリオを作る人がいないのか。じゃあ、豊臣秀丸にやってもらいましょう。外注ですね、今回は。これでいいの作れなかった時にはもうこの人には頼まないようにしましょう。2回。おー、いいね。やっぱり外注だけにやって結構強いの。いやー、3回までか。よし、じゃあまあこれで行きましょう。ああ、なんか出ちゃったよ。ちょっと微妙な組み合わせですね。うまく開発できればいいのですが、ということですが、やっていきましょう。お、燃えてるね。いいよ、いいよ。社長、開発中のゲームのグラフィックアップに挑戦したいのですが、許可をいただけるでしょうか。いいだろう。加藤、でもグラフィック、この人できんのかな。まあ、とりあえず、価値はありそうだからやってみよう。はい、もうこの人には頼みません。うお、嘘だろ、このバグの量やばいぞ。ああ、もうダメだな。クビだな、加藤さんはもう。すいませんでした。この後頑張って挽回したいと思います。いや、できねえだろ。これは、いや、本当の最高のダサくになりそうだな、今回は。やばいぞ。バグが増えすぎる。開発中のゲームのアルファ版が完成しました。これから本格的に絵を描いていきましょう。キャラクターズデザインは誰に頼みましょうか。
やっぱりグラフィックが強い人でしょうね。誰かったらもうやっぱり、小田栄太郎に頼みたいけど、やっぱり自社で。頼むぜ。いいぞ。いいぞ。何かい。もっと音楽か、やっぱり。ベートーベンさんに頼むしかないかな。もういいよ、ベートーベンさん。いや、さすが。まあ、安定だね。そろそろ年度末が近づいてきました。3月末には社員の年俸が引かれるので、今のうちに資金繰りを考えておくといいですね。はい。なんと、運転堂でいいのか、これは。新しいハードを発表するという情報が入ってきました。早速発表会場に足を運んでみましょう。だから、ライセンス契約結んだらすぐ出すよな。え？ファミオン？何？次々と面白いゲームを出すので、皆さんお楽しみにお待ちくださいということですね。ただ、初回出荷台数は180万台の予定。うわ、すごいな。お、開発中のゲームが完成しましたね。これからバグ取り作業に入りますが、途中でも出荷できます。いや、まあ、デバッグはちゃんとしっかりやっていきましょう。ピコゲーマガジン最新号が発行されました。先日、任天堂から発表されたファミオンにより、現在市場に出回るゲーム機は4種類となりました。業界が行った調査では、子供が今最も欲しいゲームは、最も欲しいものはゲーム機が選ばれ、新規参入を狙うゲームメーカーも増えてきています。まさにこれからゲームの戦国時代に突入といった模様になってきました。らしいですね。はい、バグ修正が終わったところですね。4作目のゲームソフトがついに完成した。今回は面白さが高いものの、全体は低調です。じゃあ、タイトル名を何にしようかな。はい、完成しました。ロボットでパズルゲーム、略して、ロボドラ。よし、じゃあこれでやっていきましょう。じゃあ、ロボドラ出荷しましょう。はい。なんじゃこりゃ。努力の痕跡見られる。お、いいね。悪くはない、良くもない。アイデアは悪くないが、くっそ低いな、点数、今回。そうだね、低いね。よし、願おう。ロボドラ売れてくれ。どうなる？お、初回は、出だしはまあまあ、悪くはないのかな？オッケー、結構売れたね。売り上げチャートは20、ああ、低いな。低いな、27位か。いや、これダサくになるかな、結構な。OK。社員の合計年俸が支払われました。いやー、伸びが悪いな。5万3000本までは行きたいな、せめて。あ、行けないか。もうでも伸びてる。3万3000はいけなかったな、ロボドラ。そうだな。ちょっとライセンス契約はいくらなのかちょっと確認してみようか。新しいライセンス契約は8000万。いや、届かないな。で、シェア率が、41%、24%。あ、やっぱシェア率はでかいな。180万台だからな。ただね、あとじゃあ社員のね、今度ね、雇用をね、やっていかないといけなくて。社員は今何が強くて何が弱いのかちょっと確認しないといけないから。まあ、ビル・ゲイコはグラフィックプログラム。まあ、プログラマーとしては結構才能があるんで、このまま残しておきたくて。そうだな、だな、加藤、ミキスケをクビにしてサウンドをちょっともらおうかな、一人誰か。実際にコード出て、社員を雇用しよう。この際雑誌で、求人かけよう。頼む。もうなんと5人も集まったね。そうね、全体的に見ると、やっぱり今自分が欲しいのは、やっぱり、このサウンドクリエイターだな。このサウンドクリエイターを契約して、新しいのつけていくか。いやー、やっぱり、会社に大損害出した加藤、ミキスケを解雇したいと思います。ごめんね。ごめん。今回はちょっとお金がないということで、受注開発してみましょう。そうだね、キャラデザイン。グラフィックいるから、まあキャラデザインでちょっと受注をしてもらおうかな。
了解です。とりあえず今回受注してみるんで、はい、キャラデザインをやっていきます。はい、受注開発していたキャラデザインが完成して早速納品しましょう。まあ、クライアントから2100万ゲットできたんで、これで新しい開発に取りかかり、やべ、噛みまくるな。取りかかりたいと思います。まあ、ウルトラドライブで、まあ、動物の素材集。まあ、ゲーム、まあ、よくわかんないな、これは。あ、まあ、あれかな、なんか、写真を撮ったりするゲームってことかな。動物とかの素材を集めて。で、これで作っていこうかな。で、今回はあれだね、素材だから、やっぱり、世界観は1ぐらいかな。まあ、ワールドの動物、世界の動物とかを見てもらって、で、まあ、親しみやすさも人だし、まあ、動物の可愛さもちょっと見てほしいかなっていう感じで、作り込みも必要でマニアック。で、斬新。いやー、これ全部欲しいな。まあ、こんぐらいでいいかな。5作目は動物で素材集の解説ね。企画は誰によってもらいましょう。やっぱりシナリオライターがいいんだけどね。自分自社でデザインできないのかな、シナリオ書いてもらうのは。外注した方がいいかな。外注でせめてこんぐらいには24ぐらいの人は作ってほしいよね。 OK。 もういいの作ってくれるね。石橋橋尾さん、いや、いいよ。人気出そうな組み合わせですね。完成が楽しみです。いいね。試しにちょっと広告ってのもあるんで、広告をちょっと実際にやってみようかなと思います。宣伝広告で、雑誌。ネットの方が今の時代いいと思うけど、ネット広告を行ってみようかな。おいおいよ。社長、開発中のゲームに独創性アップに挑戦したいのですが、許可いただけるでしょうか。しょうがない、やらしてやろうじゃないか、君に。もう、森田さんもクビだ。ああ、もう、これはクビ候補1だわ。ごめんな、森田さん。初期メンバーなんだけど。私の腕が悪いんです。え？私は悪くありません。私の腕が悪いんです。ごめんなさい。どういうことだ？お前が悪いんじゃないのか？開発中のゲームのアルファ版が完成しました。これから本格的に絵を入れていきましょう。やっぱり絵が上手い人しかいないでしょう。ビル・ゲイコをね、入れたくないよね。でもやっぱりこういうのにもやらせてあげないとやる気的な問題があるのかな。まあ、いや、長島さんにお願いしましょう。いいよ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 。長島さんも君は俺たちの会社のアリクイカンパニーのね、エースだ。開発中のゲームベータ版が完成しました。最後に音楽を作り込みましょう。ベートーベンがいいんだけどね。まあ、期待を持って松山千里さん、お願いします。いいよ、結構出すね。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。頑張るよ。いや、いいよ、今回はいい働きしてくれたよ。ちょっと今回バグが多すぎるんですけど、ちょっとバグ取りをしっかり頑張っていきたいと思います。なんと、運転と新しいハードを発表すると情報、また出すのかよ。本日は弊社最新ハードのゲーム坊や。いやー、どんどん出していくな。次々と面白いゲームを出すので、皆さんお楽しみにお待ちください。いや、置いてかれるな。なお、紹介出荷台数は250万台の予定です。初の携帯型ゲーム機が登場しましたね。低年齢層に特に人気が出そうです。リサーチ会社の調査によると、最近の和菓子はしばらくゲームを出していないために、ファンが離れていっているようです。なる。やばいぞ、やばいぞ、やばいぞ、やばいぞ。早く出せ。オッケー。5作品目のゲームソフトがついに完成した。グラフィック高くていい傾向です。タイトル名はね、どうしよっかな。決まりました。ゲームタイトル名、アマゾン。なんかちょっといろんな意味で問題が生じそうなアマゾン。やっていきましょう。出荷。なんじゃこりゃ。技術不足。作り手の感情が出すぎた。アイディア悪くない。この前回よりも2点しか上がってないですね。よし、じゃあチャートを見ていこう。どうなる？
おっと伸び率が、おまあ悪くはないのかな。ファネタが届いた。いつも御社のゲームで遊ばせてもらっています。この前出ていた素材集のゲームも楽しませてもらいました。まさかの動物の内容とはさすがに絶妙な組み合わせです。これからも応援しているので頑張ってください。ありがとうございます。ビバリーケイチさん25歳、ありがとう。全国でアリクインクのファンが増えているようです。よかったよかった。社会人も増えてね、よくいいねいいねいいね。お、結構伸びてるよ伸びてる伸びてる。1名の売上速報が届きました。販売数は 46,65 本、売上チャート12。おお、どんどん伸びてきてるね。いいよいいよ。そうだね、伸びてる間にちょっとね、新しいシナリオライターの確保もしたいよね。ちょっとシナリオライターの確保しましょう。これをしていこう。いやー、ステマまだ晴れてないな。知り合い経由でちょっとやってみましょう。お、お、シナリオライターが2人いますね。どっちしようかな。これ、あ、1人か。宮崎隼人って俺たちが解雇したやつだよな。今回もダメだな。やめときよ。伸びてってるね。いいよいいよ。10万本突破してよ。オフィスを移転させるんだって。そんなこともできるのか。じゃあ移転させてみよう。おお、引っ越すこともできるんだね。雇える社員も増えたみたいだ。じわじわと人気を広げているアリクイインクが中規模オフィスに引っ越しをしたことが分かりました。新しい事務所は敷地面積が2倍になり、机や椅子も新調されました。社員の松山千里さんは私たちの取材に対して、いや立派なオフィスですよ、毎日ゲームのアイデアが溢れてきそうですと瞳に炎を燃やしていました。記事の影響でアリクイファンが増えているようです。やったね。宿命層もやってくれてるってのはいいね。よし、じゃあ新しい、あー、さっきの時の声をミスったな。新しいとこでやればよかったね。で、もう一作ぐらい。まあ、レベルアップさせていこうかな。社員のレベルアップ。で、森田さんもあれだからね、プログラマービルゲイコイン。なんか、あ、この子のレベルアップも目指していこう。デザイナー。ほいよ。オッケーオッケー。グラフィックにちょっと力を入れてほしいね。で、あと、サウンドクリエイターは平均的レベル高いから、この企業にもレベルアップを。あ、ダメか。あ、ダメか。あ、まあ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 。感じかな。よし、じゃあもう一回新しい新規開発していこうかな。11万本で終わっちゃったみたいだね。新規開発でエルドラドライブ。ああ、そっか、お金がなくなっちゃうんだよな。ごめんな、受注開発するしかないみたいだ。ツールを開発してもらおう。M デラックスに、デックスか、に出店ブースを出してみました。どうなるどうなる。もういろんなお客さんが見に来てくれてるようだね。まあ、ゲストを使っちゃったんだけどね。おお、来場者数は3364人に達しました。ここで来客は年末に向けてゲームを買ってくれることは間違いなしです。来年もぜひ出店してみましょう。ということで、出店していきたいと思います。ありがとうございました。はじめまして。この前ゲームデラックスで初めてアリクイインクのことを知りました。あんなゲームを作ってる会社があるなんて、あるんだなと感心して、その後近所のゲームショップで御社のゲームをいっぱい買いました。今では町内でも一番のアリクイインクファンと自負しています。今後もいい意味で期待を裏切るゲームを出していってくださいね。へそ山隆史、高校生、ありがとうございます。全国でアリクイインクのファンが増えているようですということですね。はい、ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。また動画投稿していくので、次回は新しいライセンス契約が取れるようにヒット作を生み出していきたいと思います。それではバイ。